夏休みのことだったと思います。霊感の強い弟はともすると金縛りに遭うのですが、その日は違いました。2階で寝ていた彼は1階から聞こえる騒がしい声に目が覚めたそうです。夜中の2時を過ぎた頃だったので、不思議に思った彼は最初は両親が話しているとも思ったそうですが、何か大勢の人間が大声で怒鳴り合いをしているような感じで、あまりの騒がしさに1階に降りてみました。ところがそこには誰もおらず、両親も寝入っている様子だったそうです。首をひねりながらベッドに横たわったその時、金縛りが体の自由を奪ったのです。そしてガラス戸が音もなく開き、白い服、彼曰く天使のような服を着た見たこともない男の人が彼の横に立ちました。その人は両手に玉を持っていたそうです。その一つがスーッと彼の上まで飛んできて弾けたそうです。そしてもう一つがベッドの反対側へ飛んでいって弾けた。その時金縛りも解け、その人も消えたそうです。不思議とその時恐怖は感じなかったそうですが、やはり気味悪く、隣の部屋に寝ていた私は起こされました。しかしその時には何の変わりもなく、弟は私の部屋で夜を明かしました。後年この話を弟にしたのですが、彼はほとんど覚えていません。それどころかそんなことあったことも覚えていませんでした。